断じ。はい、皆さんおはようございます。アメキャン大好きキャンチュー野郎アツオでございます。なわけねえだろ今日も雨だよ。しかも今6時50分ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ大雨ですよ。ああ、そんなこと言っていたらキャンプはいけません、楽しめません。今日も行きますよ、アメジということで、今日行くキャンプ場はこのマサはキャンプ場へ行こうよ。このマサはって聞くと若い頃に歌ったあの歌を思い出すな。このマサは君だけを奪う。申し訳ございません今日もノリノリなんじゃないのそりゃノリノリにもなるでしょ。行ったことがない未踏のキャンプ場ですから。やっぱり行ったことがないキャンプ場に行く時ってワクワクしますよね。うちから37キロ道志川の下流域にねあるキャンプ場でございますよ。このマサは一体お前はどんなキャンプ場なんだ。行こうぞ。ここを、あ、こっちか。ここ行くんだ。だよね、きっとそうだよね。ああ、そういうこと、そういうこと。了解、了解、了解。うわ、すげえな、これ。こんなところにあったんだ。へえ、あったよ。ここなのね。おっと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 、へえ、どうすんだろう、どうすんだろう。大きくなったバーガーが車両か、ここに止めるんだね。オッケー、はい、受付が完了いたしました。ね、今日はキャンセルが出てるみたいなので、川沿いの一番奥を取らせていただきましたよ。特等席行きましょう、行きましょう。行きますよ。ちょっと、ね、地図見ながら行きますからね。これをまず右に回る。こっちに回る。で、多分降りるんだ。あ、これ降りてみようか。こっちだね。こうだ、こうだ、こうだ。はい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 。おお、目の前川じゃん。川じゃん、川じゃん。ここだ。ありました。10-1番、ここでございますよ。到着。はい、到着いたしました。このマサはキャンプ場でございます。目の前は、はい、すごいね、雨だから流れが。俺はもう道志川でしょ。すごいね。いやいや、これ特等席じゃない。いいんじゃないの、これ。いいんじゃないの。はい、こちらは山林間ですね。
まあ、林間といってもとてもバンガローが多くて、綺麗に整備されているキャンプ場でございます。ファミリーキャンプとかにはいいかもね。ここはとっても綺麗なキャンプ場です。あのね、ものすごく綺麗。はい、後でねトイレとかも行きますけれども、はい、で私のサイトはここですね、10-1番、本当にこの、なんていうんですか、はい、川の目の前を撮らせていただきました。上に木があるからね、あの下でもいいかもしれないね。はい、こんな感じ、結構広いですよ。はい、隣のねこの10-2番もほらソロだったらちょっと広すぎるぐらいの広さがございます。今ちょうど雨が小さぶりになってきたからさ、小さぶり変だろそれ小さめになってきたので、はい、できるだけ早めに設営したいと思います。ダン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 ジ、はい、じゃあ設営をしてまいりますよ。雨降ってきちゃいましたよ。ポンチョ来ました。これいいでしょ、洗濯バサミ行こう。ていうかさ、蒸し暑いよこれ来てると雨がちょっとねやってきたよ。ちょはい、ようやく設営が完了いたしましたよ。今日はこんな感じにしましたよ。また独特でしょ。でもね、今までの男児の中でこの DD タープの張り方の中ではあのね、特徴的というかとても綺麗に張ったつもりでございます。でこちらですね、はい、わざと角度をつけるためにここにですね、はい、ロープ杭150センチを刺しまして、この DD タープのベロでここに留めてます。でね、これポイントですよ。ベロをね、さっきくるくるくるってこれ回したんですよ。なぜかというと、そのまま伸ばしたままだとずれちゃうので、できるだけくるくるって回して下にずれないようにしてます。こんな感じですよ。そうすることによって向こう側も同じようにしてますから、ここにねこういう角度ができてます。
これをしないとここのスペースがデッドスペースになりますよね。だからグッと上げることによってここに荷物を置くことができるという感じでございます。で奥のあのね蚊帳も高さありますから、ここを上げたことによってほらあそこぶつかってないでしょ、こんな感じになりました。でいつものようにここにクッカー等々がありまして、はい、こっちはこういうふうにね、ここでポールを刺して、でここに角度をつけて、ここロープで引っ張ったという感じでございます。いいでしょこれはこれでね。えでさっきこう車をねここに移動してここに置きました。あの壁にすることによってちょっと安心感あるじゃないですか。あんまりこう広くなってるとちょっとね、まあ、隣の人いないんですけど今日はね雨でねキャンセルの方多かったみたいで、はい、こんな感じになりました。疲れたよもう俺さっきのポンチョがさもう暑くて暑くてもう喉乾いちゃったよあれ飲もうよあれ、暑っ超暑っ、じゃあ行こう飲もう、キャン中なんでキャン中ハイ、いただきます。あーうめー、もう雨の中のさポンチョは最悪、中びっちゃびちゃでございますよ。でもよかった、目の前がこの川のとこ取れて、ちょっと向こう見てみます。はい、こんな感じでございますよ。いいでしょロケーションすごいいいよね。ちょっと外出てみましょうか。これねすごくいいよ。あのほら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 、もう道志川目の前ですよ。ちょっと雨だからねあの増水してますけど、で向こう側ちょっとズームしてみましょうか。ぐーっとほらあそこで滝があるんですね。大きい滝がありますよ。はい、でこっち側にぐーっとぐーっとぐーっと行きますと、はい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 、こんな感じで、これやっぱりね19号の時に被災したみたいで、あそこにねあのショベルカーとかありますけれども、まだねこう直してる感じあります。後ろはこう林間サイト、あの奥がね山のね林間サイトみたいですよ。はい、こっち、はい、あそこにキャンパーさんいらっしゃいますね。後ろはハミキャンとかグリキャンの方々かな。はい、で私の横は誰も今のところおりません。もしかしたら今日来ないかもしれないね。まあ後でねまたトイレとか見に行きますけれども、はい、こんな感じのキャンプ場でございました。私の印象ではとても綺麗な、はい、キャンプ場といった印象でございます。ダン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 ジ、はい、こんな感じのねマップになっておりますよ。私が今おりますのはここ10の1番、ここがね道志川なんですよ。目の前にあるあの川でございます。これがねここ一番端のいいところですよ。車でねここ来たのかな、ここに来たんだな、ここ入り口だね、ここ受付でした。はい、でここからこうここか、あのあれね受付ね、でこう来てこう来てこう来て、まあ迷いましたけどここに来たという感じでございます。もともとねおそらくねこの辺林間側を予約して、この端側をね取らせていただく予定だったんですが、ここ空いてたんでねここに入れていただきました。はい、で後ろにもね結構いろいろあるんだな。トイレとかどこだろう、ちょっとトイレとねこの炊事場行ってみましょうかね、軽く行ってみましょう。よいしょよいしょ、こんな感じ、はい、こんな感じでございます。 あそこ炊事場があって、どこがこどこが近いかな、こっち行ってみようかね、ここね、こっち上がってみましょう。ありましたね、男性トイレ、あこんな感じ、あションベンと、あとここは洋式ですね、洋式のトイレがありました。ウォシュレットではありません。はい、こんな感じ、ここねハミキャンの方グルキャンの方々いらっしゃいますね。ちょっとこっちから行こうか。よし、あ上が炊事場かな、ちょっと上行ってみましょうか。こんな感じでございます。はい、スポンジとかも置いてくださってますね。はい、生ゴミ、捨てる場所、そして空き缶とかも、はい、捨てる場所があります。捨ててっていいんだね、なるほど。
て上はバンガローの、はい、方々がいらっしゃるという感じでございます。はい、いや、よかったよ、こっち側じゃなくて音楽かけちゃってるよ、人たちがいるからさ、もうこっちはワイワイだわ。あー、よかったよかった、上でね。はい、こっちもあるのか、よし。あ、こっちはあのいわゆる林間のねサイトでございます。はい、上もあるのかな。まあこんな感じ。はい、かなり広いんでね、ちょっと全部は回りません。あっちはね、まあ、いわゆるバンガロー側ですね。はい、こんな感じでございます。ダン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 ジ、いい感じになった。 OK、 行こう、腹減ったよ、よし、ゴー。やっぱり角張り男爵でしょ、一番バッター、行こう。さあ、一発目はさ、これ途中のねセブンイレブンで見つけたんだけど、金のシリーズ、あの美味しいやつのハンバーグとか、そういうのウインナーがあったから、これちょっと買っちゃった。これいくわ、行ってみよう、よいしょ、いい音が、よいしょ、よし、いいじゃん、いいね、よし、行こう。いやー、やっぱりウインナーってすっごい映えるよね。いや、もういいだろ、俺いいんじゃない、俺行こうよ、行こうよ、よいしょ、ゴー、熱いだろ、うわ、あ、これうまいよ、うん、金シリーズやっぱすげえ、うん、うまっ、うん、うん、うまっ、これビールだよ、ビールじゃん、ビールじゃん、どこだ、プレミアムモルツ行こうよ、これでしょ、おおこれは売れるよ、うん、あーたまんね、
断じ。